こんにちは、デリシュキッチンです。海鮮おこげを作ります。まず平皿にオーブンシートを敷いたら、お茶碗2杯分の白ご飯を手だけ広げて、発酵せずに600ワットのレンジで3分加熱します。裏返したら再度600ワットのレンジで2分加熱し、乾燥させます。フライパンにサラダ油を適量入れて中火で熱し、一口大に切ったご飯を裏返しながら揚げます。別のフライパンにサラダ油大さじ1を引き、豚バラ肉 100g、人参3分の1本、椎茸2本分の一口大に切ったものを肉の色が変わるまで炒めます。シーフードミックスも入れて混ぜ合わせます。鶏ガラスープの素大さじ1、水 400cc、 酒大さじ1、砂糖大さじ1、塩大さじ1/2、醤油大さじ1を入れたら、中弱火で2分から3分煮ます。そこにニラ3分の1片分を入れてさっと煮ます。水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。ごま油小さじ1を回しかけ、おこげにあんをかけたら完成です。以上、デリシュキッチンでした。